こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、太鼓のタスジムのバスボールを紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん、おーよく遊んでるあのゲーセンのあとゲームですね。ナムコが開発した音楽ゲームです。かわいいですね。はい、ラインナップ全部5種類です。では早速見ましょう。はい、じゃじゃーん、おー、太鼓のダスジュのいいですね。おー、トンちゃんとカッちゃんと、おー、メカロン、おー、いいですね。メカカツ、おー、いいですね。どれもいいですね。これを基本のトンちゃんですね。はい、メカロンもいいですね。お上がこうなってます。おー、あとシークレットもあります。楽しみです。何が入ってるか。あ、今回はカプセルではないですね、そのまま。はい、じゃあ、はい、香りを見ましょう。何の香りかな。あ、香りはじゃーん、どこかな。はい、あ、石鹸の香りですね。そしたら白だと思います。あ、バスボールの色。あ、ということで、かわいい、お、太鼓と主人。このゲーム自体は2001年に開始された。もう本当に最初はゲームセンター、ゲーセンで置いてあるその、はい、機体ですね。お、ほとんど結構みんな遊んでるけど、で最近はもうあの Wii U とか Wii とか PS などでもゲームがありますね。もちろん専用のこれもあります。太鼓かわいい結構人気があるゲームです。では、じゃあ早速開けましょう。開けます。じゃあバスボールの色なんでしょうか、見ましょう。1、2、3。いや、やっぱり白いでした。あ、白いバスボールですね。お、じゃあちょっとビニール外して、じゃーん、おー、綺麗なバスボールですね。白、もう結構いい石鹸の香りをしてますね。はい、では今から水準備します。はい、では今から水の中に入れますね。はい、1、2、3。おー、泡が出るかな。おー、ゆっくりゆっくり。あ、じゃあ出てないですね。では少々お待ちください。はい、皆さん、おー、マスコットが浮いてますかわいいですね。オレンジ色の、おー、ところですね、体が。はい、オレンジ色といえばもう、はい、かっちゃんか、おー、メカカツですね。おー、どっちかな。はい、では、じゃあ、はい、開始します。はい、じゃじゃーん、おー、マスコットの手の中にあります。はい、今回は赤ですね。おー、体が、じゃあ、はい、かっちゃんかメカカツかどっちかですね。はい、じゃあ見ましょう。1、2、3。お、あ、頭ないから、はい、かっちゃんです。おー、和田カツですね。おーい、おー、かっちゃんですかわいいですね。おー、あっちゃん、はい、いいですね。おー、あ、はい、このか魂が、太鼓に魂が入ったのは2000年3月3日ですそれ以来、おー、太鼓の中にいますね、かっちゃん。はい、かわいいマスコットです。おー、はい、かっちゃんです。はー、いいですね。マスコット自体はよくできてます。かわいい。おー、はい、かっちゃん。うん、かっちゃんの性格は、おー、まず、結構ね、楽しいこと、大好きで。はーい。よー、いいですね。かわいいかっちゃんです。好きな食べ物は焼きそばです。あと、得意なところは絵描くことです。おー、いいですね、かわいい。はい、今回アリチンゲットしたのは、はい、かっちゃんのマスコットです。で、和田カツです。
師匠かっちゃんです。かわいい、おー太鼓です。あーということで、では、はい、今から探偵文で展示します。はい、太鼓達人のバスボールです。おー今回出たのは和田勝、あーかっちゃんのマスコットです。かわいい笑ってるかっちゃんがかわいい。以上です。アルチンちゃんでした。今回は太鼓達人のバスボールを紹介しました。はい、じゃじゃーん。人気、はい、音楽ゲームですね。今でもゲーセンとか、まあ、Wii でも、はい、遊べます。アルチンも時々遊んだことありますね、ゲーセンで。かわいいですね。はい、マスコットは全部、ラインナップはぐっすりです。和田、トンちゃんとカッちゃんとメカトンのメガカツです今回出たのは、はい、カッちゃんです。お和田カツ、正式な名前ですね。裾はカッちゃんです。おいいですね。2000年3月3日にこの太鼓に魂が入ってカッちゃんと、おいいですね。お好きな食べ物は焼きそばです。お特技は絵描くことですマスリで騒ぐするのことは好きですマスコット自体は、はい、結構綺麗です。結構大きいだし、おいいですね。集めたいぐらいですね、このラインナップ。おかわいい、太鼓写真の好きな方にはたまらないマスコットですねはい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね。バイバイ。